ティナとティアの毒殺教室パチパチパチ1。まず高級な茶葉を用意する。育ちがいい人も騙せる。2。茶葉を大量に使ってお茶を入れる。ポイントは毒薬の匂いを消すこと。3。対象にお茶を飲ませる。怪しまれないよう自然にやる。次回王と進行。これで鬼ボスも一コロ。パンドラズアクターとアルベドの働きによって警戒すべき者たちの存在が明らかになった。同じ頃、オートに侵攻したコキュートス、アウラ、マーレはわずかな手勢で都の主な拠点を制圧していた。まだ多少の兵は残っているようだが、案ずることはない。守護者たちにとっては道端の小石よりも取るに足らないだろう。第12話、オート侵攻。守護者たちよ、魔導国の意を知らしめろ。